どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらウルトラマンの確定枠デッカー使っていこうと思います。1800円というね、ちょい高めだけど安めのね、入手ができるキャラなんですが、このデッカー、1800円の価値絶対にあります。ちょっと今日はなんならこれ1体じゃダメなレベルで強くて、ちょデッカーが強くなりすぎてる件について話していこうと思います。はい。でまあデッカーね、そのデッカー何が強いかって話を今日はしていこうと思うんですけど、まず携帯が6個かな、6携帯あるんですよ。で今回ユーコレチャンネル5体しかいないんで全部は紹介できないんですが、1体ずつね使っていこうと思います。はい。では何が強いかっていうと、まず進化前進化後は別にそんな強くないです。7強8強に T ジャーって7強持ってるぐらいで、進化前も、まあ、強化入りましたけども、別にぶっ壊れ最強とまではいきません。まあでもちょっと強くなったねぐらいの進化前に対して、進化後もね別にそんな強くないです。別にまあ10強2つ十字3つでお邪魔プラス雲耐性あって、スキルは回復以外のドロップから火水を3個ずつ生成、人水ドロップ6が2ターンと、まあ別にそんな強くないですよね。7、6、3だってぐらいかな。でもこっからなんですよ。こっからが全部強いんですよ。まずウルトラマンデッカーダイナミックタイプ転生進化から見ていきましょう。転生進化今回育成してきました。こんな感じです。はい。バインドスキブ封印無効感プラス10強3つ、非コンボ強化プラス光コンボ強化プラス持ってます。超覚醒スキブプラス T 字十字プラス持ちですね。はい。でもこのキャラのやばいところは、もうってか使うは先に、一旦みんなに見てほしいから、一旦デッカー使います。はい。じゃあ一回ねデッカーのスキル打ってみようと思います。はい。6号盤面で使った場合ですね、デッカーのスキル打つとこんな感じになります。いきます。ロック解除火花火 D 字生成。ですね、もう多分パズルやってる人はみんなわかると思うんだけど、こういう特殊系の生成ってめっちゃ強いのよ。さ、エレキングわかります？もうこれでランダンやってる人はわかると思うんだけど、エレキングっていきなりランダンで人権クラスのキャラになったんですよ。なんでエレキング強いの？三日月型に光を生成できるんですよね、エレキングは。で、エレキング強えやんってなって、まあすごい評価されたんですけど、もうこういう生成のキャラっていうのは、代用が絶対にできないんですよ。なぜなら、D 字型に光ドロップを生成の火花火キャラなんて出ないから。出ないんですよ。マジで。こういうキャラって絶対に代用できないんですよね。で、例えばこのまま消してあげた場合は、火5、光9、火5、光6、光3の確定5コンボが組めます。こんな感じで、ずらすだけでまず5コンボが組めると。そう。では、もちろんね、こんな感じで生成してあげた後に、これだけでもすでに5コンボ確定してるんだけど、例えばですよ、例えばなんですけど、ここを1個ずらしてあげると、もうこれで6コンボになったりとか。そう。もうほんと、いろんな使い方できるんですよ。もうこれによって、周回の幅、何よりランダムの幅、いろいろ広がります。特に周回においてはね、これで6コンボすぐパッて組めるので、そういうところとかでも使い勝手良さそう。で、これだけじゃないんですよ。こっからです、なんなら。こういうキャラクターって、76で使うと生成が一気に変わるんですね。さあ、76バージョン見ましょう。76でデッカーを打つとこうなります。そうなんですよ。こうなるんですよ。ってなるとですね、これによってまたいろんなルートが作れるわけですよ。今回で言うと、まずもちろんずらしは変わらずの5コンボなんだけど、この時点で火6、光12、火12、光4、火6でこれ超つなぎし発動するじゃん。てかあ、ずらした時点で超つなぎし発動するんだけど、火と光の、まずどう考えてもこれができる時点で、まずもう使い道は絶対に出るの。この後絶対出るし、それこそアーネナミアンビッキーと合わせてあげたらね、これ6コンボだから出るし、え、もう何でもできるかね、この盤面作れたらね。もちろんさ、なんていうの、このずらしも強いけど、超つなぎし2発発動するから、火光発動確定するんで、これも強い、確定だからね、このずらしの時点で。764の場合、このずらしの時点で確定だから、例えばさ、光の攻撃枚数少ない編成とかにしておいて、火力欲しい場面だけこのデッカー打ってあげたら、火属性の火力入るみたいな。使い道もありますから、そういう点でも使えますし、あとなんだろうね、でもパッと思い浮かばないけど、まあ例えばもうめっちゃシンプルにこれずらせば無効貫通打てるしね、無効貫通こうしてあげれば無効貫通超つなげして打てますから。そう、
ほんといろんな使い道、特にやっぱランダンだね。ランダンにおいて価値が高そうな性能してるかなと思います。はい、こういうの飛んだ後から代用効かないので、まずもうこの D 字型生成の視点で、なんで僕がデッカーこんなに押してるかっていうのは伝わったらいいなとは思う。実際この視点でかなり強いと思います。さらにまだ終わりません。これで終わらないんですよ。続きまして、デッカー武器ですね。僕武器もめっちゃ評価していて、武器はチーム HP3 つ、クライミー2つ、指延長プラス持ってくれてます。で、3ターンダメージ激減武器なんですけど、冷静に考えてください。チーム HP3 つの HP 漏れて、暗闇2個に指延長プラスがあるんですよ。まず、何度も言いますが、チーム HP3 つプラス指延長武器っていうのは貴重です。未だに4つぐらいしかないはず。はい。ガチャドラ、ゴーザンゼ、カイバ、千里、キテ、ラビレル6個、7個ありました。ごめんなさい。もう本当すいませんでした。よく考えたら最近いっぱい強化されたんだったわ。でもですよ、7個しかないんですよ。この時点で。で、これに追加されるチーム HP3 つ指延長武器で、さらに暗闇耐性2個もあって、あとは、まあ、アーネ・ダミアン・ベッキーとか使ってるんだったら、バランスタイプ。間違えた。全くミスった。まあでも、そのうちの1個の武器で、まずこの時点で優秀なんですけど、さらに強いのが、チーム HP3 つ指に暗闇2つついてくるんですよね。で、これは偉いんですよ、暗闇2個も。で、何より、バランスタイプ追加もあるんで、それこそ、ロイド・アーニャ・ヨルとか、ね、に入れる際にもバランスタイプ追加は偉いと。さらにスキルも3ターン非属性変化はありますが、3ターン自分の攻撃10倍、3ターン激減が12ターンで打てます。はい。で、まあそれこそ無骨みたいに激減最初欲しくて軽く欲しい編成とかだったらこの武器普通に使えると思いますし、通常編成でも激減でね3ターン使えます、しかも12ターンで打てますってなったらチーム HP3 つ武器の中でもかなり強いとは思います。まあ、それこそですね、敵の火力が高くない編成とかダンジョンとかだったらこのガチャダラ武器とかの代用にも十分になると思いますので、そういうポイントからしてもかなり使い勝手はいいかなと思います。なのでこのね、まずデッカの武器に関しても強いと、もうだから強い点が多すぎるんですよ。でもまだ終わりません。安心してください、まだ強いんです。さあ続きまして火の形態ですね。まあ、これは結構サブ寄りなんで、なんて言うんだろう、ここまでのキャラって周回とかランダンとか確実に使い道がある系なんだけど、デッカは結構これサブ寄りです。この日はスキビオン封印指10強打つ飛行も強化プラスに超覚醒無股間スキビ7強選べます。スキルは盤面に火が6個以上ある必要があるんで、まあ、非属性編成ほぼ必須なんですが、1ターン火の攻撃力が2倍、ダメージ無効貫通が3ターンで打てます。弱化エンハンス返したりとか無効貫強いんでも使えるので、かなりスキルとしても強いし、なんなら無効貫通組まない場合でも火力出せるから、そういう点も強いですね。はい。リーダースキルは火の2コンボでダメージ激減、攻撃24倍、3コンボ加算固定1ダメージ、火の回復が3倍です。普通にリーダースキルも強いし、リーダー遅延76運用もできるので、そういう点からしてもかなり活躍してくれると思います。これがウルトラマンデッカーですね。相当強いと思います、これも。でも攻略です、これは。そして最後にデッカーミラクルタイプ。ここまで強いんですよ。いや、これも強いのおかしいけどね、マジでね。これは何が強いかってもうスキルなんですよ。敵の残り HP が 40% 減少21ターン。これパッと見ね 40% 減少しかないから、なんやただのグラビティやんって思うかもしれないんですけど、やっぱグラビティってさ、最速で撃てるかどうかってめっちゃ大事なのよ。なんで未だにゼウスとかがね、ゼウスアバタマとかが周回で使われるかっていうと、最速で撃てる 35% 確定割合だからじゃないですか。でも実際このデッカーってもちろん確定割合ではないけど 40% グラビティを最速で撃てるんですよ。最速で 40% ってっていうと、まあ僕の中であるのはバンクローとかかな。 40% グラビティ1ターン2コンボ加算1ターンヘイスト、ただそれでもバンクローが使われる時もあるぐらいにはやっぱこの 40% グラビティっていうのは強いんですけど、これにね1ターン2コンボ加算1ターンヘイストとかがあるんですよ。もちろんこのバンクローはバンクローで1ターンヘイストがあるので、これはこれで強いんですよ。これはこれでヘイストできるから強いんだけど、もしこういうヘイストがいらない場合、そして2コンボ加算がいらない場合に関してはデッカーのこの 40% グラビティのみが21ターンっていうのは最速で出てる 40% グラビティなんで、さらに価値は高いかなと思います。という感じがね、ウルトラマンデッカーのスキルでした。もうこれほんとスキル要因で強いので、もう本当にね、取っておけば間違いなく強い性能はしてると思います。結構ここまで全形態強いキャラっていうのはあんまりなくて、最終が武器なんですよ。どれだけ使えなくなっても最終絶対武器で使える。そしてデッカー転生進化したら生成でおもろい、絶対に使える。で、火の形態は普通に攻略で、水の形態は 40% 最速グラビティで、まあ持っておいて損はしないと思います。まあ、賞味1800円払って買えとまでは言いませんけど、それでもガチャで引ければ間違いなく強い性能なんで、取っておければかなり安心できるかなと思います。ということで今回は間違いなく今回の既存の中で一番強いデッカーを紹介使う動画でした。特にね、デッカーのね生成は相当強いと思うんで、ぜひよかったら使
使ってみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。